今回はボイスピークを例にして音声合成の辞書登録機能を掘り下げていきます。前に何か聞いたことある気がするぞ。今回はこの優先度って機能にも触れてみたいと思っているのと、実際にそれを使った様子を動画にしてみましたので、効果的な使い方を考えていければと思っています。何か難しそうな予感。そうならないように今回は先に実際の動画を見てもらおうと思います。その後で少し解説を交えていこうと思いますので、ぜひお付き合いください。それでは一度別の動画で使った例で恐縮ですが、この言葉を皆さんは何と読むでしょうか。ほぼ 100% の確率で東京都だと思います。しかし京都の東の方に住んでいる人の中には、東京都として神奈が振られた方が都合が良い人もいる可能性はゼロではありません。そんな時に使うのが辞書機能だったね。ただ東京都を東京都として読む頻度が多い人がいたとしても、その人も東京都と読む機会がゼロではないはずですよね。なので辞書登録機能を使って京都を京都と登録して、東京より京都の方が頻度高く使うぞと機械に教えても、自動でこの場合は東京都ではと文脈で判断する機能が備わってるんですよね。その加減を調整するのが例の優先度だということになります。それじゃ東京都を例に動画行ってみよう。まずは優先度1、つまりさほど優先度が高くない設定にして京都の単語を登録します。これによって京都という地名はよく使うぞって認識させているわけですね。特に変化がありませんでした。なのでどんどん優先度を高くしていきましょう。優先度を5にした時点で東京都が東京都に変わりました。それくらい京都が地名として重要なら東京都なのかもって機械が認識したということですね。どういう仕組みになっているんだろう。こちらも以前と同じ図で恐縮ですが、再びクックパッド開発者ブログさんの画像を引用させていただきます。多くの合成音声ソフトにはこのような日本語を分割する機能が搭載されています。英語と違ってスペースがなく機械が区切りを読み取れないので、分割してあげないといけないんですよね。そして分割した後にどのつながりが文章として正しい可能性が高いかを検討していくわけです。図に赤と青の数字が書いてあります。前回は飛ばしたところなので、ここを少し踏み込むと、青の方が単語としてどれくらい頻度高く使われるものかを表す数字で、赤が言葉のつながりとしてどれくらい頻度高く出てくる組み合わせかということを表す数字です。東京都の方が東京都よりもこの数字の合計が大きくなるので優先して表示されます。しかし京都を辞書登録しておくことで、この人にとって京都は重要だと認識して、京都の数値が大きくなるわけですね。優先度が高ければ高いほど数値を大きくしてくれます。つまり優先度を5にした段階で合計のスコアを見たときに、東京都が東京都を上回ったわけですね。ほうほう、そんな仕組みが搭載されていたんだ。一つだけ言っておかなければならないのが、私はボイスピークの中身を知っているわけではないので、これと全く同じ仕組みが搭載されているかは分かりません。ただボイスピークであれど他の音声合成ソフトであれど、辞書登録の仕組みと優先度の仕組みがあるものは、少なくとも近いものが実装されている可能性が高いということですね。それじゃあ言葉によってどれくらい優先度を高くしたらいいかっていうのは違うってことだね。その通りですね。例えばですが、この方がいいという言葉があります。適任者を探しているような状況で出るセリフとしては適切ですが、方法を模索している場面であればこの方がいいと読む可能性が高いです。どちらも品質のセリフですよね。辞書登録していない場合はこの方がいいが優先的に出現しますが、どちらもよく耳にする言葉なので僅差なはずなんですよね。そこで優先度1で方を登録してみましょう。最初はこの状態ですね。それでは早速優先度1で登録してみます。
さて、登録が完了したので見ていきましょう。優先度1でも無事ちゃんと変更されています。どちらも使うけれども、どちらかといえば法の方が使うなというような場合、今回の例のように必要最小限の優先度で登録してあげてください。そうしたら機械が文脈からさすがにこれは型なのではと判断する場合には型の方が表示されることになります。そこで不満があればまた微調整していけばよいと思います。登録したものも数値の変更はいつでもできますからね。ボイスピークの場合はすでに登録している言葉を選択して鉛筆マークを押してあげると変更できます。ふと思ったのだけども、今のようにどっちでもいける場合はともかくとして、普通は絶対この読み方しかしないというもので、自分に限っては別の読み方をするってものはどうなるんだろう。それでは次の例をもとに考えていきましょう。この言葉何と読みますか？いや、さすがにそれは北海道大学しかありえないんじゃないの？昔日本のプロ野球で活躍された選手で小笠原道博さんという方がいらっしゃいました。そこでこの言葉を道博という読みでミドルネームのように使用し、北海、道博、学ぶという方がいらっしゃるとしましょう。相当優先度を上げないとまず変更されないと思いますので、優先度5から見ていきましょう。なんだか雲行きが怪しいぞ。ここまで何の変化もなかったんですけど、ダメじゃん。このケースでは北海道大学という単語のまとまりの使用例が多すぎて、優先度をマックスにしても太刀打ちできなかったケースですね。そこで次に見ていきたいのは品詞の種類です。この品詞ですよと限定してあげることで数値に補正がかかって、機械がそれならありうるかもと認識してくれることがあるんですよね。品詞といっても単純な名詞や動詞というものではなく、辞書登録では人名、地名など名詞の中でどれかということを選べるんですよね。それではもう一度やってみましょう。うわ、変わった。予想では学は前が人名登録した道博になるので、それにつられて学ぶになりそうだと思っていたのですが、ここでは学になりましたね。しかしやはり人名登録することで読み方を変更することには成功しました。人名や地名だと割と何があるかわからないので、かなり補正されるんだと思います。実際は人名や地名じゃなくても普通の言葉でどうしても変更させたいものが変更しない場合は人名登録してあげると変更される可能性もありますよ。それじゃここからは今日の動画のまとめ。辞書登録の優先度は自分が読ませたい言葉が一般的なのか特殊なのかということや、その他の用法で自分が使う可能性はどれくらいあるのかということを考慮して、ちょうどいい感じになるように登録してあげることが重要です。ただどれくらい数値を上げるのがちょうどいいかというのはなかなか自分では分かりません。そこで必要最小限でまずは登録しておいて、また別の場面で不満が出てくるようなら、その時に再度数値を上げてあげるのが良いと思います。なぜかというと、このシステムは単語同士のつながりを考慮するので、ある単語にものすごく補正をかけていると他のところに不備が出る可能性もあるんですよね。なので少しずつ上げてちょうどいいところを探っていく使い方がおすすめです。今日の内容はここまでだね。最後にお知らせです。これまで再生リストにボイスピークチャレンジという項目がありましたが、ボイスピークの話だけではなく音声合成全体の話をする機会も増えましたので、別に音声合成の再生リストを作って登録を分けてみます。再生リストから見ていただいている方がいらっしゃいましたら、
突然の変更ですが、ご周知お願いいたします。それではまた次の動画も見に来てね。バイバイ。